階段を読む。これは、とある村祭りの起手を破ってしまった少年の物語。タバコの煙を食いらしながら、子供の頃の話を私にしてくださったのは、ご高齢の男性、A さん。A さんの生まれ故郷は、四方八方を小高い山に囲まれた小さな村です。 村の真ん中には大きな一本道がスーッと通っていて、あたりに目をやると、田んぼ、畑、果物、四季折々に実りを豊かにしています。その先には水害を避けるように少し小高い丘があり、住民の多くが住んでいます。そのまま街中を抜けていくと、村を囲う山々の中でも、ひときわ大きな山のふもとに出る。 山のふもとには、一の鳥居、階段図体に二の鳥居、三の鳥居と、三つの鳥居が佇んでいる。鳥居の先、山の中腹には、大きな神社がある。この村の総鎮守、氏神様です。山のふもとから1、一、二、三の鳥居と、三つの鳥居をくぐるのを、表参道。 山の裏手にはもう一つの鳥居があり、そちらは裏山道として親しまれている。つまり、この山には表に三つ、裏に一つ、計四つの鳥居があります。大層田舎な上、A さんが子供の頃の話ですから、都会に住む今の子供たちにはあまり想像もできないかと思いますが、村というのは小さな共同体、閉鎖的な空間ですから、 衣食住の文化、金銭の流通、子供の遊びさえも限定的なものです。例えば小さな子供が遊んでいたとしましょう。それを見た親や、その親の世代も、子供の頃自分もあの木に登った、あの川で遊んだと、同じ環境で同じものに触れ、その心が受け継がれていく。心も、物も、人も、 村の中で自然と受け継がれていく中で、意図的に受け継がなくてはいけないものもあります。それが村祭りの掟です。村祭りの日には、裏山道の鳥居をくぐってはいけない。四季ごとに催される神社のお祭り。村祭り当日に裏山道の鳥居をくぐることは固く禁じられている。それは子供たちから長老まで、 この村で生きる全員が知っている鉄の起きて、村祭り当日に裏山道の鳥居をくぐると、幽霊が見えるようになったり、幽霊の仲間にされてしまったり、魂を食われてしまう。そう教えられ、子供たちは真剣に聞いたものです。もちろん A さんも例外ではなく、祭りの日には絶対に裏山道の鳥居をくぐってはいけないと、きつく言われていました。 村祭りにはそれぞれに役目がありまして、大人たちは準備、当日の運営、片付け、神社の神主様との打ち合わせなどに精を出す。一方で子供の役割は年齢で区分けがされています。ある程度大きくなれば子供とはいえ大人に混じって、大人と同じように仕事を任される。小学校低学年の子供は、ただ純粋に楽しめばそれでよい。 小学校高学年から中学生は最もあやふやな立場。大人でもなく子供でもない。年が上の子たちの姿を見て次は自分がやるんだという自覚を持たなければならない。下の子たちを見れば精一杯楽しめるように守ってあげなければならない。これも大切な役目です。A さんが小学校中学年ほどのある夏のこと。 村祭りが開かれる当日、大人たちは朝から世話しなくしています。神主さんに挨拶に行ったり、お供え物を整えたり、村中にちょを張り巡らしたり、幸いにもその年の夏は晴れだった。村祭り独特の空気が、より気分を高揚させる。A さんは高まる気持ちを感じながら、祭りが始まるまで、まだまだ時間があるので何の気なしに、 山の神社の様子を見に行ってみることにしたそうです。山のふもとから、一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居と三つの鳥居をくぐり、境内に着くと、大人たちが慌ただしく準備を進めている。祭り用のちょちんと屋台が、A さんの子供心を震わせます。ふと、蓮に目をやりますと、裏山道に続く山道に見かけないおじさんが立っている。 あのおじさんは今年の鳥居番かな鳥居番。それは村祭りの日に鳥居の番をする役目。四季のお祭りごとに一人、村の男が務めることになっている。鳥居番と書かれた青い発表を着て、鳥居の絵が描いてある提灯を持つ。村祭りの朝から晩まで、裏山道の鳥居の番をする。ちょっと、おいで。見かけな、ね、いおじさんが手招きする。 A さんは不審に思いながらも、境内から裏山道の山道へ入っていく。あそこの家の A 君だね。鳥、くぐっちゃいけないって習うでしょう。でも、くぐってみたくならないかいおじさんから囁かれる。子供というのはやってはいけないと言われていることほど、やりたくなるものです。そもそも年に4度しかない村祭り。村のやんちゃ坊主なら、 一度は村祭りの日に鳥居をくぐりたい。そう思ったことがあるものです。実は子供の頃、これをくぐったことがあってな。魚屋のじいさんに一回くぐってみろと言われて、くぐったことがあるんだよ。どうだいくぐってみな。んいいのかいくぐっていいんだぞ。黙っておくから。 大人にそう言われてしまうと、くぐってみようかなという気持ちになってきてしまう。A さんはいたずら心をくすぐられ、心が揺らいでしまう。とはいえ物心ついた時から、きつく言われている村の起きて、簡単に破るわけにもいかない。葛藤に苛まれていると、いいからくぐれってんだよ先ほどまで温厚だったおじさんが急に怒鳴った。怒鳴り声に体がすくみ、怖くなって A さんは、一歩、 鳥居をくぐってしまった。出来心と恐怖心だった。A さんはとっさに思うんです。言い訳がある。もし大人たちに見つかったとしても、この人にくぐれと言われた。そう言えばいい。自分は悪くないんだ。そう思いくるっと振り返ると、そこに、おじさんはいなかった。鳥居の足元に目線を移すと、裏山道から登ってきたのだろう。 ハッピーを着て鳥居板の提灯を持った友達のお父さんが酒瓶を片手に眠っている。つまりこれはあのおじさんが鳥居板ではないということを意味していた。A さんは声をかけるんです。起きて。おっちゃん、起きて。なん <laughs> だ、ええか。どうしたんだ。お前、どっちから来た A さんは黙って境内の方を指さした。それがどういうことか。この村の人間なら誰しもがわかることであった。鳥居はとっさに A さんを境内側に押し出し。いいな。絶対にこのことは言っちゃいけない。霊が見えても、これから何があっても、それは人に言うな。鳥居をくぐったことをとにかく隠せ。俺も見なかったことにする。いいな。そう言って、裏参道から早く帰れと言わんばかりの顔をしている。A さんは鳥居を背に走り出し、 罪悪感を胸に境内の方に帰っていく。社殿の前までたどり着くと異変に気がつきました。辺りを見渡すと、一っ子一人、いないのです。あれお祭りはこの神社は、山の中腹に京を構えている。境内と下界とをつなぐ階段から村を見下ろし、A さんは愕然としました。村中に連なる町人も、 太鼓や笛の音色も、子供たちの歓声も、そこには存在せず、真っ暗なんです。えなんで ?A さんは子供ながらに異変を感じ取り、下に下に全速力で駆け下りていきます。転げ落ちるように階段を駆け下りると、家族たちが必死に自分のことを探していました。何やってたんだどこへ行っていたんだチビたちの面倒を見なきゃいけなかったのに、どこへ行っていたの 大人たちから口々に怒られるも、A さんは何が何だかわからなくなり、その場にしゃがみ込んでしまった。決して冷静とは言えない頭を回し、考えた。そうだ、おじさん。おじさんに。どんな顔。どんな声。おぼろげな記憶は掘り起こそうとすればするほど消えていく。はっと、鮮明な記憶を感じ取り、とっさに体が動きました。トリーバンのおっちゃんがいた。 友達のお父さん、忘れるわけもない。鳥居に行って事情を話せば、おっちゃんから説明してもらえる。神社に向かって走り出そうとした瞬間、バッと腕をつかまれた。待て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 、もうこんなに暗いんだぞ。祭りも終わったんだから、神社には行くな。手をぐっと引かれ振り返ると、先ほどまで酔っ払って寝ていた鳥居板のおっちゃんが立っている。幼い A さんの頭では処理が追いつかず、何が何だかわからない。 今分かっているのは、自分が表参道の鳥居をくぐっている間に、祭りは終わっていたこと。子供ながらに自分がしたことが悪いことだというのははっきりと分かる。その日は、両親にこっぴどく怒られ、早々に寝床に着いた。じわじわと大きくなる罪悪感と、誰にも話せない、煮えきらない気持ちとを感じながら、気がつくと朝を迎えていました。月日が流れ、 季節はもうすっかり秋になり、秋の村祭りがやってきました。忘れかけていった、忘れようとしていた夏祭りの記憶が蘇る。祭りが始まる前に、一人で神社に行ってみたんです。当然ながら、あのおじさんはいない。裏山道の山道を抜け、鳥居の前に行くと、今回の鳥居番が一人で立っている。おうどうしたんだくぐっちゃいけないのは知ってるだろう。 そう言ってからかう鳥居板の後ろに、見かけない子供たちが5、五、六人立っている。A さん、その正面に鳥居板。鳥居があり、鳥居の向こう側に子供が立っている。背格好は自分と同じくらいだろうか。ぼーっと眺めていると、酒持ってくるから、A、ええ、お前ちょっと待っててくれ。ここにちょうちん、置いていくぞ。 そう言い残し鳥居番は境内の方に消えていってしまった。時間が止まったように静かな空間。鳥居を挟んで自分と子供たちだけになりました。一緒に遊ぼう一緒に遊ぼう気がつくと A さんはまた鳥居をくぐってしまっていました。 二度、起きを破ってしまった。しかし、不思議と罪悪感はなく、山道で鬼ごっこをしたり、木の実を投げ合ってみたり、たった今出会った、友達との、ただただ楽しい時間が過ぎてゆく。ふと友達を見ると、自分の勘違いかもしれないけれど、少し大きくなっている気がする。しかし、そんなことを深く考える間もなく、鬼がまた駆け寄ってきて、山道を逃げ回る。 また不意に友達に目をやると、やはり大きくなっている。顔も大人びただろうか。背格も自分より明らかに大きくなっている。だんだんと日が暮れてきた。つい先ほど出会った友達は、気づくと老人になっていた。遊ぼうよ。遊ぼうよ。 一緒に遊ぼうよ。老人が子供のように。遊ぼうよ。遊ぼうよ。一緒に遊ぼうよ。A さんは恐怖に押しつぶされ、声にならない声の混じったお悦と共にただ涙を流すしかなかった。夜が更けた。あたりにはもう光はない。真っ暗な山の中、その場にかかみ込んだ A さんを囲うように老人たちが立っている。 遊ぼうよ。遊ぼうよ。一緒に遊ぼうよ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。鳥居をくぐってごめんなさい。A さんがやっとの思いで押し出した声が響き渡ったその時。シャン。シャン。シャン。遠くから何やら人が歩いてくる気配がした。A さんは直感的に助けてもらうならここしかないと思いました。 一度は仲良くしていた友達。確かに怖いけれども、どこか寂しげな子供の心を感じる老人。こっちにおいで。こっちに隠れよう。A さんを動かしたのは、道場にも似た何かでした。友達と一緒に木の陰に隠れ、気配がする方にじっと目を凝らす。 老人のいでたちをした友達、少し怯えているだろうか。長袖が来る長袖が来ると肩を寄せ合って震えていた。シャン。シャン。シャン。だんだんと気配と音が近づいてきて、A さんの目で届く範囲にその人がはっきりと見えるようになってきたところで気づいたのです。気配と音の主は、お坊さんでした。 一歩、また一歩と、尺状をつきながら、お坊さんがお経を読みながら歩いてくる。シャン。シャン。シャン。お坊さんは鳥居の前で立ち止まり、一呼吸を置くと、勢いよく土経の声を荒げた。その瞬間、長袖が来た長袖が来た長袖が来たと叫びながら、老人たちは山の中へ消えていった。 あっけに取られた A さんは放心状態だった。鳥居を挟んで、お坊さんが立っている。すっと、尺状の柄の部分が目の前に現れた。涙をこすりながらお坊さんの顔を見上げると、優しい笑顔をしていた。尺状を掴んだ A さんの手は震えていた。グッと力強く尺状が引かれ、尺状と共に鳥居をくぐり、お坊さんに抱き寄せられた。 絶対に、絶対に、これ以上お祭りの日に鳥をくぐっちゃいけないよ。少年は強く頷いた。起きとは何か。身をもって学んだ秋の村祭り。階段を読む。A さんにとって救いだった長袖とは、かつてお坊さんを揶揄するときに使われていた別荘。 衣の袖が長いものが来た。霊たちは裏山道の鳥居をくぐった A さんを引き入れて霊にしたかったのか、魂を食いたかったのか、幼い A さんは長袖に救われたというお話でございました。階段を読む。皆様のご考察、コメントお待ちしております。